麦は飼い主と一緒に暮らしててね、飼い主の家族と一緒にいる時が一番こう幸せだなと思ってね、あのまさにね至福の時なんですけど、皆さんにもねそういった大切な人だったりね、大切な場所、大切な時間がねあったら同じ気持ちなんじゃないかなと思ってね、この歌を作りました。聴いてください。天国かもしれない。手に触れなくても目に見えなくても味がしなくても、大好きなものをカバンに集めて宝物にしたい。行きたいところはたくさんあるのに、入りたい場所は一つだけ。楽園じゃなくても、僕はここにいるよ、ずっとそばにいるよ、きっとここは天国、多分ヘブン。カバンの中に集めたものを机に広げて、これはこうだとかあれはああだとか君に話したい。遠くに行っても帰りたくなるよ、大好きな人Thank you.